揉め事かい？お？長谷川さん！長谷川、懐かしい響きだ。え？その名は捨てた。俺はこの地獄に落ち生まれ変わったのさ。今は堕天使マダオと名乗っている。おい、何すんだお前ら。なんかイラッとしたんで。いいおっさんが背中にゴミくっつけて何やってるあるか。ゴミじゃねえ、それは天使の羽。俺が天使だった頃の名残。あの、そんなことより長谷川さん。長谷川じゃねえ、堕天使マダオ。なんでこんなとこにいるんですか。人間界で腐っていたところを拾われてな、今はここで働いてんだ。え、じゃあ地獄で再就職したってことあるか。ああ、今は地獄の番人をしている。それ番人っていうか番犬。ある者は俺をケルベロスと呼ぶ。やっぱ番犬ある。今じゃ地獄の奴らはみんな顔なじみだ。そういうわけだ兄弟、俺の顔に免じてこいつらを通してやってくれ。誰が兄弟だ。偉そうな口を聞くな。地獄に落ちてもマダオはマダオね。まあまあ落ち着きなよあんたら。